皆さんこんにちは。こちらはダイヤトーン DS600Z です。発売は1993年、当時の値段は48,000円でした。これはダイヤトーンのエントリークラスのスピーカーです。30センチ近くのウーファーにスコーカーとツイーターを組み合わせた3-way のブックシェルフ型です。このタイプのスピーカーは70年代の後半に登場して90年代まで作られていました。このスピーカーからどんな音が出てくるのでしょう。今回はこのスピーカーの性能を詳しく見ていきます。このモデルのスペックは次の通りです。このスピーカーはバスレフ型です。30センチより若干小さめの27センチ3-way ブックシェルフです。ウーファーとスコーカーの振動板はアラビッド樹脂と FRP のハイブリッド構造です。ツイーターの振動板には HD アロイという合金が使われています。 CD が登場した時に開発された DUD 構造が採用されています。DUD 構造というのはボイスコイルのボビンとダイヤフラムを一体化した構造です。クロスオーバー周波数 4kHz は10センチの口径に対して高い数字です。指向性のつながりに多少の不連続が出ることが予想できます。 KA というのは音の広がりを表す数字で、2以下が1つの目安です。前回はブレーキフルードを使ってエッジを軟化させる様子をご覧いただきました。今回はこのスピーカーを測定して軟化の効果と実力を見ていきます。それでは測定結果をご覧いただきます。まずはエッジを軟化した効果です。これはウーファーユニット単体のインピダンス特性です。 100Hz だった F0 が 45Hz に下がって Q が 0.72 に落ちています。まずまずの結果です。こちらはシステム全体です。 F0 が 70Hz くらいに下がってバスレフが効いています。これが本来の性能に近いでしょう。こちらはミッドレンジのインピダンス特性です。ミッドレンジはエッジの軟化処理をしませんでしたが、F0 がクロスオーバー周波数 600Hz より十分低いので影響ないでしょう。周波数特性を見ていきます。100Hz の少し上にあったピークがなくなって、低音が伸びています。特性もだいたいプラスマイナス 5dB 以内に入っていて、目立つピークがありません。比較的優秀な特性です。このスピーカーはバスレフ型ですが、ポートの面積が小さいので、あまり低音に寄与していません。それでも 70Hz あたりまで普通に出ますから、ロックやポップス系を聞くには十分です。600Hz 付近が盛り上がっています。これがこのスピーカーのキャラクターと言えるでしょう。こちらはユニットそれぞれを単独で測った近接の周波数特性です。上のクロスオーバーはうまくつながっていますが、下は音がかぶっていますね。これが 600Hz 付近の山の原因かもしれません。この製品のウーファーにはネットワークが入っていませんでした。ネットワークを入れて 600Hz から上をカットすれば改善するかもしれません。指向性を見ていきます。上のクロスオーバーが少し高めでしたが、音の広がりは割と自然です。問題なさそうな特性です。 1W の歪みを見ていきます。黒が全ての歪みの合計です。クリアに再生できる目安は 1% です。再生帯域の中はほぼ 1% を下回っています。
十分低歪みな音で再生できるスピーカーです。このスピーカーの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は音楽ソースそのものです。2番は同じ音楽ソースを再生して空気録音したものです。ダイヤトーンのエントリークラスはどんな音だったか、それではお聞きください。今や絶滅したスリーウェイブックシェルフの音はいかがでしたでしょうか。以上の結果をまとめると次の通りです。 600Hz 付近に若干の強調がありますが、それ以外の欠点が見当たらないスピーカーです。能率が 90dB あって低音もそれなりに出ます。比較的広い部屋で大音量で音楽を楽しむことができます。ミッドレンジの音の広がりを示す係数KA は3でしたが、問題ありませんでした。ダイヤトーンの多くはエッジが布でできています。このタイプはウレタンのようにボロボロになることはありませんが、次第に硬くなって性能が低下します。エッジの軟化処理は必須の作業です。エッジを軟化するだけで黄金期のダイヤトーンの音が蘇るでしょう。ご視聴ありがとうございました。